それでは、フォーラムの導入部分として、総合政策部企画政策課より、新宿区自治基本条例に基づくデジタルを活用した情報発信についてご説明します。はじめに、新宿区自治基本条例についてご説明します。自治基本条例では、区民の権利、責務、区議会、 区長、行政の責務、区政運営の原則を定め、自治の基本ルールを明確化しています。自治基本条例では、区民、議会、行政、それぞれがどのような役割を担い、どのような方法でまちづくりを進めていくかを明確化しています。このように、自治の仕組みやまちづくりの基本原則を条例化することにより、 区民が主役のまちづくりを着実に推進していきます。自治基本条例には、区民が主役のまちづくりを実現するための条文が定義されています。第12条の区の行政機関の責務においては、区民ニーズの的確な把握に努めること、情報をわかりやすく区民に提供すること、 第14条の区政運営の原則では、多様な方法により区民の意見を把握することと定めています。新宿区では、基本構想において目指す町の姿を新宿力で創造する安らぎと賑わいの町と掲げています。新宿力とは、新宿区に住み、働き、学び、 活動する人々による自治の力を象徴的に表したものです。ちづくりを行うために必要なことは、区民の参加です。そのために必要なことの一つ目は、区民ニーズの的確な把握です。データやエビデンスに基づき、分析、検証し、事業に反映することが必要です。二つ目は、 区民一人一人に届く情報発信です。わかりやすく、それぞれのニーズに合った情報を確実に届けることが必要です。この2点について、新宿区ではデジタル化を推進し、より多くの区民参加の実現に向けて取り組んでいきます。区民ニーズを把握する方法として、区長へのはがき、 当初、陳情。公式ホームページのご意見専用ホーム。パブリックコメント制度。区民意識調査。区政モニターアンケート。対話集会。区長と話そう新宿トーク。これは、区長と区民の皆さんが各地域の身近な課題について意見交換する場です。新宿若者会議。 区民への地域説明会、フォーラム、シンポジウム、審議会、検討委員会、行政評価制度の外部評価委員会、各計画策定時のアンケート調査などで、区民のニーズ、意見を把握し、区政に反映しています。情報発信、情報提供の方法としては、広報新宿、 デジタル媒体での広報紙面の発信、公式ホームページ、新宿区暮らしのガイドなどの区の観光物、デジタルサイネージ、街頭ビジョン、掲示板、各窓口コールセンター新宿コール、ケーブルテレビで放送している広報番組、公式のツイッター、フェイスブックなどの SNS、 YouTube、メール配信サービス、アプリ、外国語版ホームページ、広報誌、SNS などにより情報発信を行っています。今後の街づくりに向けては、区民や地域が抱える課題、ニーズの的確な把握、データやエビデンスに基づく分析・評価による政策づくり、 EBPM が今ままで以上に必要となっていますこの EBPM が必要な背景として、多様化、複雑化、高度化する区民ニーズに対応するため、現場現実に即した政策づくりが必要であること、人口減少、少子高齢化の進展等による厳しい財政運営が想定されており、 限られた資源の有効な活用が求められていることから、これまで以上に区民ニーズを的確に反映した政策づくりが必要になっています。そこで新宿区では EBPM の必要性を受けて、令和3年度から新宿自治創造研究所で EBPM について基礎的な調査・研究を行っています。 新宿区における EBPM は、政策づくりにおいて、政策の根拠と目的を明確化し、政策の手段と効果とのつながりについて、できる限り客観的に検証等をすることで、その検証結果を政策の立案や改善につなげていくこととしています。こうした中で、現在区では、 区民ニーズの把握や情報発信、情報提供についてデジタル化に取り組んでいます。区民ニーズを把握する方法として、区民意識調査ではインターネットによる調査を実施しています。各種会議、審議会、検討委員会、新宿若者会議やフォーラム、シンポジウムなどはコロナ禍にあっても 多くの方に参加していただけるようオンラインで開催しています。情報発信、情報提供の方法としては、令和4年度には LINE によるプッシュ型の情報発信を導入し、個人の状況に対応した情報を的確に届けられるようにします。また、区の公式ホームページのサービスを充実させるために、トップページをリニューアルし、 最新の情報を表示するとともに各ページを検索しやすくします。その他、令和4年1月から区の公式ホームページでは閲覧者の使用端末の言語設定に合わせて翻訳し、表示する多言語瞬間翻訳サービスを始めました。このサービスは107の言語に対応しています。また、 チャットボットを導入し、知りたい情報を自動応答により表示するほか、必要な情報へ誘導することで利便性の向上を行います。このような情報発信、情報提供や区民ニーズの把握におけるデジタル化による強化が EBPM であるエビデンスに基づく政策づくりにつながっていきます。 目指す街の姿の実現に向けた政策づくりの流れについては、最初に区が政策の根拠や目的を明確に示します。次に区民ニーズの的確な把握、区民の方への情報発信、情報提供を行います。この点がデジタル化を推進していき、強化するところです。さらに、 統計等の客観的なデータを集め分析します。分析を踏まえ、効果が上がる手段を検討し、政策づくり改善を行います。この一連の流れである EBPM については、新宿自治創造研究所より、この後の報告で詳細について説明いたします。今後も皆さんとより良いまちづくりを行っていくために、より一層、 区民ニーズの的確な把握や情報発信、情報提供に努めていきます。以上で新宿区自治基本条例に基づくデジタルを活用した情報発信についての報告を終わります。最後に区からのお知らせです。区民ニーズの把握や情報発信、情報提供などの取り組みをはじめとする これまで区が自治基本条例のもとで進めてきた区政運営について、条例の趣旨に即して運用されているかを令和4年度に検証します。詳細は広報新宿や区のホームページでご案内いたします。